中国で先日、その被害総額の大きさで、世間を驚かせた詐欺事件の判決が言い渡されました。山東省の銀行校長が娘の進学のため、26回にわたり金銭を騙し取られ、被害総額は合計3億5 0 0 0万元、約70億円に上りました。このニュースはネットユーザーから大いに注目され、人気検索ワードにも上がりました。先日、 三島省で発生した詐欺事件に対する判決が言い渡されました品州市のある銀行校長が娘を名門大学に進学させるため合計26回にわたり金銭を騙し取られ被害額は3億5000万元に上りました校長から金銭を騙し取った内モンゴル自治区石宝市出身の張被告は自身の叔父はある学校の副校長であると偽ったほか 教育部上層部にも多く知り合いがいると語り、被害者の娘を名門大学に入学させるために手を貸すと持ちかけました。2015年9月から2016年9月にかけて、張被告は全国大学統一入学試験の点数を書き換えるといった理由で被害者から8回にわたり、合計1億5000万元、約30億円を騙し取りました。その後 張被告はは今度は反腐敗局長になりりすままししして、再び1億万約31億億5200万約円を騙し取りました。被害者は騙されたことに気づいても銀行校長という立場を気にして被害届を出しませんでした事件が発覚するまでの間に約3億2000万円が未回収となっていました最終的に張被告には詐欺罪で無期懲役が言い渡されたほか 被害に遭った銀行校長の理にも貸し付け差取材違法なローン実行を行った罪で7年の実刑判決が言い渡されました。このニュースはインターネットで大いに注目され、たくさんのネットユーザーが疑問を呈しています。あるネットユーザーは、この件と娘の進学に何の関係があるんだ。金を移したということは明白だと指摘しています。また、別のネットユーザーは非常に興味深い。 こんなに多額の金を騙し取られている。この3億5000万元の損失は誰が補填するのかと投稿しています。NTD ジャパンがお伝えしました。